ナマステ。皆さんこんにちは、ゆきんこです。これまでこちらのチャンネルではグルガオにあるゴルフ場を2つご紹介させていただいたことがあるんですけど、今日はね3つ目です。グルガオにあるゴルフ場カルマレイクランドのご紹介をさせていただきます。ぜひご覧ください。こちらがねゴルフコースになります。カルマは9ホールパー35の、ゴルフコースになります。だから、18ホールもある場合は、9ホールかける2回回る回って、パー70のコースになってます。ちょっと今テンション爆上がりしてます。すごい綺麗でおしゃれで、なんかビラとかもあって、宿泊もできて、メンバーさん用のプールとかジムとかいろいろあって、まあ、単なるゴルフ場というよりかはもう本当にゴルフリゾートっていう感じ。レストランにやってきました。でカルマさんはねレストラン全部でね4つあるって言ってました。で今私はそのうちの1つに来てて、多分ねここメインのレストランなんじゃないかな。今2時半ぐらいで、インド人の方たちにとってはもうランチタイムの、ね、ドピークの時間帯なんですけど、ビュッフェがあるみたいで、奥で、ね、ランチビュッフェやってるみたいです。で、ね、ちょっとパッと見ると結構、ね、人いっぱいいらっしゃるんですけど、インド人の方々、ね、みんな、ね、ランチビュッフェを召し上がっているようです。インド料理もいっぱいあるし、なんかカフェメニューというかサンドイッチとかバーガーとか、あとパスタ、ピザ、すごい、ね、いっぱい種類がありますね。ドリンクはね、ソフトドリンクもあるし、アルコールも提供されてます。ゴルフしていい汗かいてシャワー浴びて、このレストランに来て食事をしながらお酒を飲むとか、すごいなんかいい時間が過ごせそうなそんな感じです。はい、オーダーした料理が来ました。料理というか、まずちょっとこちらの飲み物が想定外すぎてびっくりしてるんですけど、おすすめされたウォーターメロンのモクテル、リアルなウォーターメロンが来ました。予想外すぎてちょっとびっくりしてます。こちらが、クラブハウスサンドイッチです。美味しそう、すごいボリューミー。いただきます。まずはちょっとモクテルから。うん、美味しい。美味しいけどゴロゴロ身が入ってるからあんまり吸えない。これ食べる系かも。うん、美味しい。デザートって感じかな。うん、でも全然吸えない、本当に吸えない。サンドイッチすごいボリューミー。うん、これめちゃめちゃ美味しいです。うん、
吸えない。この皮付きポテト好き。うん、おいしい。カルマさん の、 あの料金プランですね。ゴルフラウンドする場合の料金プランなんですけど、他のゴルフ場と一緒でウォークインで来た方とメンバーさんの料金がそれぞれ分かれていて、平日と休日で料金が分かれているというような、そんな感じになってます。ざっくり、ウォークインメンバーじゃない方がカルマに来て18ホール週末に回ったとしたら、計算できないのでここに出します。あとメンバーシップはもちろんあって、3タイプのメンバーシップがあります。1つはね、クラブハウスだけ利用しますよっていう、ゴルフはしないけどジムだったりとかプールだったりとか、そういうクラブハウスの施設を利用しますよっていうメンバーが1つ目。2つ目が、基本メンバーさんって家族4人まで OK なんですけど、大人2人と18歳以下の子供2人、4人まで家族 OK なんですけど、2つ目のパターンはその4人のうち、1人だけゴルフメンバー、その他の家族はクラブハウスメンバーですよっていうパターン。そして3つ目が、4人もう全員ゴルフメンバー&クラブハウスメンバーですよっていう最強メンバー、3パターンあるようです。でメンバーさんになると、こういうね、なんかね、クーポン系がねわーって入ったやつがもらえます。でね、どんなのがあるかというと、レストランがね、例えば何パーセント引きに 50% ディスカウントですよとか、ゴルフ会員だったら、ゴルフレッスン1回つきますよとか、なんかスパだったりとか、いろんなねクーポンがついてます。でさっきご紹介させていただいたビラとかルームも 50% ディスカウントっていうやつがね2枚ついてます。結構ここで使えるお得なねクーポンもいっぱいついてくるので、かなりお得に利用できるんじゃないですかね。うん、こんなのもついてきます。はい、ちょっとねカルマのね感想を取る前に、じゃドライビングレンジで張り切って練習してしまって、もうなんか汗だくなんですけど、カルマねすごいね良かったです。私多分今まで1回しか来たことなくて、今日撮影で2回目来たんですけど、まあ、最初に来た時はね普通にゴルフしてシャワー浴びて着替えて帰るみたいな感じで、こう全体像何も分からずにさっと来てさっと帰ったっていう感じだったんですけど、今日ねいろいろご案内していただいて、クラブハウスの中だったりとか、あとはビラだったりレストランだったりいろいろ見させてもらって、まずねレセプションがすごいいい匂いで、まあ、そこから気分が上がったし、まあ、おしゃれで綺麗でした。とにかくここで働いてる方とすれ違っても皆さんねご挨拶してくれて、とってもね感じが良かったし、今日案内してくれた方たちもすごく親切にしてくださって、いい経験ができました。おすすめのゴルフ場です。今日はグルガオンのゴルフ場カルマレイクランドのご紹介をさせていただきました。最後までご覧くださってありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。